タイムマシン3号さんから職場で安全に働く秘訣一言ずついただいてまいりたいと思います。ではお願いいたします。まあ皆さんの仕事はちょっと我々特殊な環境なんですけれども、意外と我々のところにもなんか怪我だったりとかちょっとしたつまずきだったりとかも起こることもあるので、やっぱりその辺も気をつけていかなければなって思いますよね、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっと楽しくね働くという、まあ、結局健康とイコールなところありますから ね、 そうですね、怪我をしないだとか、うん、健康であることが働くことですし、うん、それがまた笑顔につながっていくと思いますので、うん、そうね、まあ、皆さんね今日いろんな取り組みされてる企業の方なんだと思うので、うん、このお仕事ね楽しくしてもらえるような職場で引き続き頑張っていただきたいと思います。あとお笑いでこう受けなかった時も怪我って言うんですよ。そうですね、滑ってしまった時も怪我したって言うんですよ。あれに関してはどうしたらいいですかね。あれの保険がまだ日本にはないですよね。認可されてないんですよ。 ないんですよ。やばいなっていうね、いたずらに傷つくだけでね、うんうんうん、まあ、ちょっと早くお笑い業界も皆様に追いつけるように動いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。いただきたいと思います。すいません、そんな申し訳ない。給食泥棒みたいな。はい、手挙げて。給食費ね。あ、給食費泥棒ね。すいません、ちょっとご苦労おかけします。